今日は浮き足についてです。質問いただいたんですが、浮き足の解消方法ありますかということなんですけど、まあ、ちょっと浮き足っていう言葉が結構定義が広いんで、まあ、一応、インターネットで調べると、まあ、浮き足とは、つま先だけが地面についてかかとが上がっている状態。ただ、症状でも浮き足って言ったりするんですけど、まあ、その場合は、浮き足というか浮き指っていう言葉がよく使われていて、逆ってことですか？そうなんですよ。かかとが浮くんじゃなくて、そうです。指が浮いちゃってるんですね。まあ、なので、そっちの浮き指の方で言うと、足の指で踏ん張れないために、まあ、体をうまく支えることが難しくて、でバランス感覚に異常をきたす。で、そして、そのうまく支えられなかった姿勢を安定させるために、まあ、体に不必要な力をかけ続けることとなり、まあ、慢性的な肩こりとか腰痛が引き起こされることがあると書いてました。うん。どっちもあります？どっちもあるっていうかね、足、扁平足もそうだし、はい。外反母趾とかもね、うん。基本は足の問題っていうのは、バランスの足にどういうふうにかかるかによって変わってくるかなっていうふうなところあるんですよね。まあ、ネットで調べても、なんかこれっていう原因も特にないですし、直し方とかも、まあ、難しそうですね。うん、これって、なんか、これやれば治るみたいな感じでなかなかなかそうなんで、総じて原因がわかんないんですよ。うん。そういったのって結構ね、生態的得意分野で、どこかに必ずそうなるべくして、症状がね、出てるので、原因が必ずあるはずなんですよ。で、その原因を見つけていくっていうのが、まず第一なんですね、本当は。難しいんですけども、足の問題をね、解決しようとしたときに、結果、足がね、そういう風になってるっていうだけで、そうなってた方が体としてはバランス取りやすいっていう風な考え方もできるんですよね。なので、この症状っていうのは、そうなるべくしてできてるんですよ、体って。基本は。だから、症状だけ治してしまうと、他のところにこう、バランスが移っちゃって、他のところに負担かかるっていうケースがあるんですね。治し方というか、この原因に対してのアプローチができるかどうかで、結構変わってくるので、僕の考え方としては、足だけになんかこうアプローチするっていうのは、あんまりこう、おすすめしないんですよね。だから全体的なところをまあ調整していったりとか、まあ、全体的なね、体のまあ免疫力だったりとかを上げていくとかっていうところも同時にやっていきながら、足の方をね、アプローチをしていってほしいなと思うんですけども、まあ、結構一般的にやってていいと言われるものに関しては、やっぱり足の指を鍛える。扁平だったりとかもそうなんですけども、足ってこうアーチがあったりとかするんですね。で、アーチがどうしても潰れてくる方向に来るっていうのは、どうしても足で立ってて重力が頭の方から足の方に向かっていくっていうような力が働きますから、足は潰れていく方向性に来やすいんですよね。なので、だんだん足の裏の方にこう圧力かかってくるので、指の方のこの噛む力っていうのは弱ってきてしまうっていうふうに言われるんですよね。で、逆に言えば、こっちの足の指の方の力が強くなってくれば、この、足の構造が安定するっていうふうに言われるんですね。これなぜかというと、足って3つの構成要素というか、バランスを取る役割があって、1つ目は骨の形状で引っかかって、で、支えてるんですね。で、もう1つは靭帯。で、もう1つは筋肉の腱が足、指からこう、かかとを通って、ふくらはぎの方にこうついてたりとかするんですけども、それの緊張があれば、骨が詰まる状態になりますから、よりその骨の形状が安定してくるっていうふうな構造をしてるんですね。なので、足の筋肉とかが弱ってきたりとかすると、扁平足とかになりやすいっていうふうな、支えがなくなって弱くなってしまうので、ありますから、足の指の筋肉を鍛えるっていうのが、まあ、効果的っていうふうに言われたりします。だから足の症状っていうのはどういったものであっても足の指を鍛えるというのはマイナスの方向には来ないんですよね。なのでやっててもいいかなというふうに思います。まあ、鍛え方としては下駄とか背駄とかね、鼻がついてるようなものを履くっていうのも一つ方法だったりするんですけども、あとはよくあるのはタオル、うん、ハンドタオルとかをこう指だけで、うん、こう寄せてくるみたいな、うんうん、まあ、そういうふうなトレーニングだったりとかっていうのは効果的っていうふうに言われています。砂浜走るのも効果的ですか？どうなんだろうね。体力としてはさ、はい、すごいこう削られるから、うん、まあ、蹴る力が砂に吸収されるんで、
だから指としてはどうなんだろう。指でも使うんじゃないですか、バランスとか。そういうイメージじゃん。イメージです。わかんない、それは。それはもう、岡村君のイメージで。はい。うん、どうでしょうね。まあ、使いそうだけど、うん、まあ、確定要素が多すぎて、おすすめはできないですね。うん、確実に言えるのは、そのタオルでの、はい、まあ、リハビリとかでよく使われるんですけども、まあ、そういった家でもね、できる。砂浜に行くのも大変だからね。確かに。なので、そういった形でやってもらうといいのかなっていうふうに思いますね。あと、まあ、インソールとかで補正するのもいいんですけど、インソールを使う場合にちょっと注意してほしいのは、アーチを支えるもの。あれはね、僕はおすすめできないです。結構ね、インソールとか、たくさん売ってると思うんですけど、アーチがあって、そのアーチを支えるから、体がこう安定するとかっていうのがあるんですけど、7割、8割そっちの方の理論かなと思うんですね。で、あれは、アーチっていうのは、バネなの。アーチがあるから上からこう支えたときにこうバネの役割を果たすので重力がこう分散できるような役割を果たしているんですよ。橋のアーチとかもアーチがね下にこうアーチがあったりとかするんです。上吊り橋とかあと下の方にこう輪っかがねあったりとかすると思うんですけど、あれがあることによってこう力がこう抜けるようになってるんですよね。で、あれが塞がれたらどうなるっていう、力が分散しないなので、こう、アーチの部分に直にこう負荷がかかっちゃうので、体の変化とかを見ている限りでは良くないんですよ。多分ね、なんかの、体圧分散とか、こう、足を置いた時の感触で、なんか良さそうみたいな感じでやってんじゃないかなって思うんですよね。で、実際この機能性を求めていったりとかするケースの、インソールってアーチをねサポートしてないものって結構あるんですよ。でそっちの方が体としては安定するかなっていうふうには思います。まあね、ちょっとその足のね問題とかを解決したいなと思って靴を変えたりとかインソールを変えてみたいっていう方はちょっと気をつけていただくといいんじゃないかなと。まあいつものことながら呼吸してもらって、うん、で呼吸が多分しづらくなるんですよね。アーチを塞がれると体が緊張すると呼吸、深呼吸とかができなくなってきますから、インソールをやる前と、インソールを使った状態、それで呼吸してもらって、深呼吸してもらって、比べてみてもらうといいかなと思うんですけども、おそらく、このアーチをね、フォローしてくれるような構造になっているものに関しては、呼吸しづらくなってるんですよ。なんかこう、抑えられてるから気持ちいいとかね、圧迫されてるからこう気持ちいいとか楽っていう感じることもあるんですけど、体としては負荷が強くなってる可能性が高いので気をつけてほしいと思います。ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。熊谷さんに聞いてみたいことがあったらコメント欄にコメントお願いします。本日もありがとうございました。